はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。杉田水脈議員のストーカー共同通信。杉田水脈が教育直後に背筋が凍る日本人に会ったことがないって言った。偏狂なナショナリズムや排外主義を煽った形だ、ギャオーンって、泣きわめいておりました。世論です。さすがウイローの飼い主だけあるわ。まだやってたのか、ストーカー。リンク先のツリーがすべて杉田さん関連で草。教育直後には昔ながらの道徳感を守りつつ生活していきましょうみたいなことしか書いてないぞ。自分たちの国を愛するのは当然、人として当たり前のことを言ってるだけなのに、なぜか怒る共同通信。この投稿が排外的と断定するのはあまりにも無理がある。極左以外すべて極右だもんね。共同は埼玉クルドも全面的に擁護している。追い詰められてなりふり構わなくなってきたなぁ。なんでしょうね、この共同通信の杉田さんストーカーはね。一日中ですね、杉田さんのツイッターに貼り付いてて、杉田さんヘイト記事各担当でもいるんでしょうかね。論法が一緒だからずーっと一人が書いてるかもしれないですね。杉田係なんつってね、記事買ってくれる新聞社が虫の息だから、共同通信も追い詰められてんでしょうかね。なりふり構わず感がすごいんだよな。教育直後の明治神宮版現代語訳。国民の皆さん、あなたを産み育ててくださった両親にお父さんありがとう、お母さんありがとうと感謝しましょう。兄弟のいる人は一緒にしっかりやろうよと仲良く励まし合いましょう。縁あって結ばれた夫婦は二人で助け合っていこうと、いつまでも協力し合いましょう。学校などで交わりを持つ友達とはお互い分かっているねと信じ合えるようになりましょう。またもし間違ったことを言ったり行った時はすぐごめんなさい、よく考えてみますと自ら反省して謙虚にやり直しましょう。どんなことでも自分一人ではできないのですから、いつも思いやりの心を持ってみんなに優しくしますと博愛の輪を広げましょう。誰でも自分の能力と人格を高めるために学業や鍛錬をするのですから、進んで勉強し努力しますという意気込みで知得を磨きましょう。さらに一人前の実力を養ったらそれを活かせる職業につき喜んでお手伝いしますという気持ちで公や世のため人のため働きましょう。普段は国家の秩序を保つため必要な憲法や法律を尊重し、約束は必ず守りますと心に誓ってルールに従いましょう。もし国家の平和と国民の安全が危機に陥るような非常事態に直面したら、愛する祖国や同胞を守るためそれぞれの立場で勇気を出して頑張りますと覚悟を決め力を尽くしましょう。これの一体何が偏狂なナショナリズムや排外主義なのか全然わかんないですね。共同通信が最も尺に触るのはですね、法律や憲法を守りましょうってとこかな。ほら、いるじゃん。法律守んないっていう横の国あたりとか、中の国あたりとかの連中がいるじゃん。これが頭に来るんでしょうか。あと知得を磨きましょうとか、鍛錬しましょう、修練しましょうっていうのが腹立つんでしょうか。赤ってね、自分で努力一切しないで人のね、やったことかすめ取るっていうのが赤の本質ですからね。頭おかしいな、共同通信はお前の方だぞ、これに腹立てるやつはっていうことですかね。テレビ東京が開局以来初の視聴率最下位脱出、フジテレビが初の最下位転落したことについて元フジテレビアナウンサーの長谷川豊さん、もう無理です、制作現場の制作費削って役員がキャバクラ行って領収書を切る会社に未来はない。週刊女性に語る、そんなことやってんのか。番組制作費ケチって幹部がキャバクラ行って、領収書ね、会社に回すのかって、じゃあキャバクラ行くのがお仕事ってこと。世論です。コネ入社のツケ嫌だから誰も見なくなった、昭和のノリで演出するからきついんだよね、コネ採用だらけだから無能の群れになる、外国に乗っ取られたからな、昭和万歳で頑張れ、内輪で盛り上がってる番組ばっかり、テレビ局全部が調子が悪いかというとそうでもない、嫌なら見るながじわじわ聞いたんだな、津波ラッキーフジテレビで検索してみろ、などなど番組作りは外注に出して
自分らはキャバクラ行くのがお仕事と。で、外注のあの番組制作会社の値段はケチりにケチりまくると。もはやただのあの放送電波権利の切り売り会社になってますね。逃げ切れる年代の社員はいいが、若手は少し考えた方がええで、20代社員は定年退職まであと30年もテレビあんのかな、考えた方がいいよ。あの NHK ですら若手の離職が相次いでるそうなんで、それに今勤め先聞かれてですね、フジテレビですって胸張って答えられる。人によってはですね、視聴率最下位大変ですねとか、あ、フジでも無視したとか、あ、地獄絵図の1位がキムチ鍋でしたっけ、嫌なら見るな、でどうなりましたって言われかねないですね。知ってる人に当たっちゃったらね。トランプ大統領候補、円安ドル高は大惨事、米国内の製造業に打撃。高橋陽一さん元大蔵官僚、あー見つかっちゃった、ずーっと円安は日本に悪いって言ってきた日経新聞、これどうすんの。近隣諸国のためずーっと円高誘導してきた日経含むマスゴミと反日経済学者をトランプが一言で粉砕した模様であります。世論です。米国債抱えている政府は円安でウハウハ、バレちゃいましたね。トランプ大統領はドル安推進するんだろうな。円高で輸出産業が衰退するのは民主党政権で実証済み。麻生さんは何も言われなかったのか。トランプさん、日本の財務省を叩き潰して、アメリカが金利下げたらすぐにドル安になるで、などなど。母数の GDP を縮小させてですね、目先の実質税負担率が高くなったように見せたい財務省は円高誘導ですね。円高にしと GDP 縮小するっていうのは民主党政権で実証済みですね。日経含む新聞もですね、テレビも、テレビで喋る経済学者も円高誘導ですね。日本の経済を縮小させたくて、デフレデフレって言うけど、簡単に言うとあの GDP 縮小っていう意味ですかね、デフレってね。紫ババアっていう人がいるんですけども、過去に1ドル50円って言ってたんですよ。掲示板では誤毛がですね、輸入食品が高い、生活が苦しいと円高誘導、国産買えばいいじゃんかとかですね、だったらあの国産品も芽が出るなぁ、そういうことは考えない。トランプ、ドル高は米経済に打撃。どっちが国益か皆さん分かりますよね。円高と円安、どっちが国益なのか皆さんお分かりですよね。だいたいあの米国が毎年更新するですね、通貨操作国リストは時価通貨安誘導国であって、時価通貨高誘導国、そんな国がもしあるとすればみんな分かってる、自国通貨高いほど不利、みんな分かってるは入ってないんですよ。テレビはこんなこと教えませんけどね、もしこんなこと放送して円高、にして、もしこんなこと放送したらですね、円高にしてあの GDP を縮小させて財務省に怒られて、国税がガサ入れ嫌がらせに出動しますね。テレビ局にガサ入れ、はいどうぞってドア上げてんのに、国税の連中と来たら壁にわざわざ大穴投げて、そっから入る、侵入する、3日も4日も書類ひっくり返して業務妨害の嫌がらせしますね。昨年の経常収支はプラス20兆6295億円でした。こんだけの金が海外から日本に入ってきたってことなんですけれども、倍の円安になればですね、単純にこれが40兆円となるわけで、日本のような経済収支黒字国はなおさら円安が国益なんですよね。今日の単身、自民党宮沢博之議員辞職。文書にですね、激しすぎる女遊びを嗅ぎつけられて、発売2日前に電撃辞職しました。2日連続デリヘル買い。博之49歳東京都自営業、処女卒業をお手伝いします。気持ち悪いですね。出会い系サイト利用、出会い系で知り合った28歳女性と1ヶ月間同棲生活などなど。スポニチの取材にはですね、寂しさと欲望です、性欲が強かったもので、銀座のクラブは面白くない、エッチできなかったら不満が残るなど回答していたそうで、正直すぎますね正直病気なんです、あの性欲つきすぎて病気なんですぐらい、なんかね言えばいいのに、まあ、正直すぎな。
風俗だけでは満足できなかったんでしょうかね。まあね、ソープとかいろいろあるでしょ。そういうとこ、言ってたらよかったんだねーの、まあ、祭祀があるそうで、それで風俗に行きまくっても、それはそれで何か言われますけれども、出会い系利用ってことは、素人好きなんでしょうかね。ただでさえですね、外国のハニトラに警戒しなくちゃいけない与党議員としてはよ、それはどうなのかと。そもそもどうなのか。山本太郎、総理はアメリカより、能登に行ってほしい。国会発言。世論はですね、総理が被災地行って、何すんだよ、バカ。行ったら行ったで文句言うくせに。お前東日本大震災の時に日本から逃げ出そうとしてただろ。お前カレークリーンに行っただけじゃねえか。などなど。そういえば東日本大震災の時にべくれてるだろなんだの言ってましたね、こいつね。20歳から39歳女性が30年、1世代で半数以下になる自治体を消滅可能性自治体と定義。それの今年版が発表されました。20歳から39歳女性って出産適齢期って意味でしょうね。最新版では全国約1700自治体のうち744自治体が消滅可能性。全国平均で4割、北海道で6割、青森と秋田はなんと8割が該当。人口6000万人国家に向け着々と進んでますね。来年もですね、70万人切ったら人口5000万人ってなっちゃうな。人口密度世界一、独居高齢者率世界一の豊島区もこれに入ってたんですけれども、数年前に脱しました。女性と子供と高齢者に優しい街づくりかなんか歌って一生懸命やった結果ね、だったら男はどうでもいいのかよって、私はちょっとムッとしてましたけども。フォーブス紙報道、3万6千人を22年間追跡した大規模調査の結果、ビタミン D のサプリメントに骨を丈夫にする効果なかった。1日10分間日光を浴びるだけで必要摂取量の4倍取れるそうであります。記事の結論、サプリ飲むより新鮮な果物食べた方がええんでない？これスポンサーに気兼ねするですね。日本のマスゴミは決してこういうことを言えないですね。製薬会社とかさ、あるもんね、スポンサー、サプリ売ってるスポンサーね。気兼ねして言えませんね。日本のゴミマスには、世界最低のゴミクズの日本のマスゴミには、言えないなというわけで、チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。